今回は美味しい麻婆茄子の作り方を紹介します。家庭にある材料で本格的に近いようなレシピを考えて作ってみました。さらに茄子の栄養と旨味をしっかりと引き出した調理法で作ることでトロトロで柔らかな茄子が味わえます。それでは作っていきましょう。茄子5本とピーマン2個を用意しました。茄子はヘタを取り、一口大の大きさに乱切りにします。ピーマンは半分にカットして中のタレを取り、 1.5 センチの角切りにします。茄子を切ってすぐに調理することが大切です。時間が経つとアクやえぐみが出るので水につけることもありますが、栄養が流れやすくよくありません。隠し味にヨーグルト大さじ1とみりん大さじ1を合わせて入れておきます。中国料理ではチューニャンというもち米と麹で作られた発酵調味料を使います。甘酒に酸味をプラスしたような味なので甘酒で代用してもいいのですが、どこの家庭にもあるヨーグルトとみりんを合わせれば程よい酸味と甘みが補えます。さらに独特な風味もなく食べやすくなります。材料は茄子5本、ピーマン2個、生姜、ニンニク、ネギ大さじ1、豚ひき肉 80g、卵1個を用意しました。卵は軽く混ぜ合わせておきます。鍋に油を沸かし、温めている間に茄子に片栗粉を薄くまぶしておきます。大体大さじ1分の1くらいを表面に薄くつけます。こうすることで茄子の栄養と旨味を閉じ込めることができます。余分な粉は振り落としておきます。油を180度の高温に温め、茄子を揚げます。高温の油で3時間で揚げることでとろとろで柔らかい茄子に仕上がります。茄子を油に入れたら温度が急激に下がるので火力は全開にしておきます。逆に低温で揚げると茄子が油を吸いすぎてベトベトになり美味しくありません。揚げるのが大変なら油で炒めるだけでもいいのですが、仕上がりに違いがあります。さらに茄子にはアントシアニン、ナスミンという体にいい成分があるのですが、水に溶けやすく流れやすいので揚げるのが一番効果的なんです。茄子の表面がうっすら色づいてきたので確認します。大体茄子を1分くらい揚げたらピーマンを油に入れ、5秒揚げ油を切ります。次にひき肉を炒めていきます。ひき肉をお玉で広げるようにして全体に火が通るように炒めます。ひき肉は臭みが残らないようにしっかりと炒めます。
ここで大さじ1の油を入れ、さらにこんがりとなるように炒めます。このくらい炒めて肉がカリカリになったら、豆板醤を小さじ1入れます。豆板醤も油となじませるようにしっかり炒めます。ニンニク生姜も入れ炒めます。ネギは後で入れた方が香りが良くなるので後半に入れます。ニンニク、生姜も油となじませるように炒めます。紹興酒または酒を大さじ1入れます。醤油大さじ2を鍋肌から香りが出るようにして入れます。鍋を軽く焼くようにして炒めます。水を 300cc 入れます。あれば鶏ガラスープを入れます。ヨーグルトとみりんを合わせたものを入れます。本格的にピーマンや甘酒を入れてもいいです。砂糖小さじ1を入れ、お好みで味の素や鶏ガラスープの素を入れてください。揚げたナスとピーマンを入れます。ネギを全部入れます。彩りと風味を出すため、青と白の2種類を使います。味を確認して、物足りなければ醤油や砂糖を足してください。良ければそのまま2、30秒煮込みます。煮すぎるとナスの形が崩れてしまいますので、少しの時間に煮込みます。火を止めてから水溶き片栗粉を大さじ1ずつ入れ、とろみをつけます。大体大さじ2から3の水溶き片栗粉を入れてとろみをつけます。ナスが崩れないようになるべくお玉を押し出すように混ぜ合わせます。とろみが足りないと感じたら少量の水溶き片栗粉を入れます。香り付けに大さじ1のごま油を入れます。溶き卵を流し入れます。こうすることで味と辛みがまろやかになり美味しくなります。卵は全体に合わさるように混ぜ合わせたら出来上がりです。さらに盛り付けます。辛いのがお好みでしたら、ラー油と花椒をプラスしてください。今回は麻婆茄子の作り方を紹介しました。ポイントは茄子を高温で短時間で揚げることが重要です。そうすることでトロトロでふわふわな美味しい茄子に仕上がります。詳しいレシピとナスの栄養効果などをブログに書いていますので、そちらを確認してみてください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。
最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いします。